こんにちは。続き、幸せの予約朗読します。6回目、面白いことに昼の時代を迎えつつある兆候の一つとして、最近になって縄文時代からそれ以前の遺跡がたくさん発見されています。三内丸山遺跡に始まり、沖縄では海底遺跡らしいものも見つかりました。このような遺跡は今後もどんどん年代を遡って発見されることでしょう。縄文時代の全体像が生き生きと浮かび上がるに従って、従来の学説は覆されていくに違いありません。私たちはこれから再び縄文時代と同じ昼の時代を迎えることになるので、縄文人の生き方から学ぶことがたくさんあります。縄文人たちは好きな時に眠り、好きな時に起きて、食べたいものを食べたい時に食べ、会いたい人にだけ会って、気が進まないことは何もしなかったようです。これからはそのような生き方が主流になり、この流れに合った人だけが人生を謳歌できるようになるでしょう。早い人は時代の変化にも気づいて、ライフスタイルを変えつつあります。これからは何をするにしても、3つの原則があります。まず、自分のしていることが好きで楽しく楽か。次に、自分がそれをすることによって、人が楽しく喜んで愉快であるか。そして、自分のしていることが自然にとってプラスになるか、ということです。これらのコツは頭で考えて理解するだけでなく、心を広げて感じ取り、実践しなくてはなりません。これら3つの条件を本当に満たしたとき、ビジネスは成功し、人間関係はスムーズになり、心身ともに健やかに生きられるのです。これからすべきこと、してはならないこと。昼の時代は、一人一人が自立して生きる、すなわち自己責任の時代です。これからは、その人が宇宙のルールにのっとっているか否かによって、境遇に大きな差が出てきます。天才であれ、人災であれ、どんな状況に遭遇したとしても、この世界には常に3種類の人しかいません。つまり、得する人、損する人、無関係な人の3種類です。ですから、昼の時代では、世の中の働きを計算してそれに合わせて振る舞うより、どんな状況にあっても常に得をする自分であればいいわけです。例えば、同じ会社に勤めていても、一人はどんどん昇給したり、顧客が増えたりするのに、もう一人はさっぱりダメ、ということもあり得ます。家族の中でも元気いっぱいで収入も増える人と、原因不明の病気になったり、失業したりする人と、明暗が極端に分かれるでしょう。なぜこういうことが起きてくるのでしょうか。それは、これからの昼の時代、宇宙のルールに沿って生きているのか否かで、自分に起こってくる現実が違ってくるからです。そこには、社会の常識も人が作り上げた権力構造も全く入り込む余地はありません。すべてが自分自身の責任になるのです。確実に言えるのは、
夜の時代の生き方を引きずっていると間違いなく不幸になってしまうということです。昼の時代に最も気をつけなくてはならないキーワードを私は群衆、立法、温情と呼んでいます。これらの注意点を守らない場合は、ここ心身を病んだり、他人から恨まれたり、経済的に困ることになったりするでしょう。群衆とは、他人の目を気にしながら生きることです。流行を追いかけること、世間の常識に自分を合わせることです。自分の生き方に自分で責任を持って、持つことを避け、集団の中に逃げ込むことと言っていいかもしれません。一人一人が自分自身の好みや必要性に気づくに従い、今までのような数万人規模のコンサートやイベントなどはだんだん少なくなるでしょう。次に、立法とは他人の自由を妨げることです。権力や腕力で人に何かを無理強いすることだけでなく、こうすべきだという価値観の押し付けや、こうであったらあなたを認めてあげるという態度も含まれます。温情とは、頼まれもしないのにおせっかいを焼くことです。また、あの時世話をしたのだから今度はこうしてもらいたいというような駆け引きも温情と言えるでしょう。しかし、これからは他人の人生には容易に立ち入れなくなってくるのです。今、人間関係の希薄さが社会問題として取り上げられることが多いようです。今までのしがらみを解消して自由と自立とに立ち向かうという意味では、これは時代の流れに沿った変化です。夜の時代の影響から完全に抜け切れていないので、問題が噴出したように見える場合もありますが、必ずしも否定的な現象ではありません。ありがたいことに、私たちに必要なのは、変化を恐れず、従来の常識にとらわれないことです。気に入ったオーバーコートでも夏になっても頑固に着続けていたら苦しいだけです。冬には役に立ったものでも時期に応じて手放すことが身軽に生きるコツです。ありがたいことに自然は少しずつ移り変わり、零下5度の翌日に37度になることはまずありません。それは私たちに微妙な変化を感じる余裕を与えてくれる自然の恵みでもあります。昼の時代への移り変わりも私たちに適応できる速さで進みます。ですから、私たちに必要なのは、時代の変化に合わせて今までの価値観を手放し、新しい価値観を受け入れるためのほんの少しの勇気だけなのです。これからの時代を幸せに生きるには、決して難しいコツは必要ありません。ただ、他の誰も真似のできない独自の生き方を全うしさえすれば、自分自身が楽になり、他人も喜び、自然にも認められるのですから。そのための具体的な方法については、次章以降で紹介しましょう。今日はここまで。これが第一章。楽しい時代が始まったの全文です。第2章以降はまた時間を作ってあげますね。またねー。